お久しぶりです。本日はボルボの EV2 台を紹介していきます。こっちはクーペルックの C40 リチャージ、電動版 GTR みたいな恐ろしい車です。こっちは XC40 リチャージ。快適性との両立を実現した万能版です。妙義山と妻恋村で、朝焼けの時間に楽しんでいきましょう。最初は C40 の下方から行きますが、間近で見るとリアのスタイリングが素晴らしい。フロントから伸びてきた曲面のルーフラインを、横方向へ広げながら背面でまとめる、空力を意識したデザインで男の子っぽさを出しつつも、上品な範囲に収まっている。デザイナーの感性に惚れ惚れしてしまいます。みんなも実物を見かけたら観察してみてください。リチャージツイン、660Nの上位グレードですよ。というわけで参りましょう。道が空いてるので走り出した直後にいきなり踏み込みます。うわあ、マジでこれ速いぞ。400馬力級の加速が暖気不要でズドンと出る。XC40 に乗った翌朝に C40 に乗ったのですが、思っている以上にキャラクターが違います。こっちは足が硬い。でも安定性と操縦性がむっちゃくっちゃいい。凄まじい G で加速している最中、XC40 の方は微妙に感じていた。ちょっとフラフラする感触。C40 ではそれが完全に消失し、どれだけの G が出ていようと、すべてが制御下に収まる安心感があります。圧倒的な加速力と、それを安心して制御できるコントロール性。C40 を電動版 GTR と例えたくなったのは、これが理由となっています。切った瞬間からロールがビシッと収束し、タイヤグリップを使う感触が明確に伝わってきます。こういうコーナリングでも、SUV で出がちなぐらつくような動きは一切なし、20インチの大きなホイールを履いてるのに、バネ下が重いような印象もほとんど受けません。車重は2150キロ、フロントタイヤは235幅、リアタイヤは255幅、このタイヤのグリップ限界が非常に高いため、どんな状況でも頼もしい。ここから先は2車線で見通しの良いヒルクライム、やるしかないでしょう。無音で広角なのでいまいちスピード感がないですが、今のプリウスさんはコーナー2個で消えます。サンキューハザードを出しながら猛スピードで微妙に狭いカーブを曲がる際も、全くぐらつかなかったね。乗り物の動きが安定していて非常にわかりやすいため、簡単に限界性能を引き出せます。これは408馬力、660Nのモーターを搭載した上位モデル。勾配をものともせず、気持ちのいい加速で一瞬で吹っ飛んでいきます。ちょっと路面がうねっているんだけど、全くぐらつかないですね。これ本当に SUV なのか?長い直線でオールクリア。これは長時間のフラットアウトを試すしかない。いやー早い。そして何よりもコントロール性が素晴らしい。別の道で試したところ100キロあたりから加速自体は鈍り始めるのですが、恐ろしいほどの加速 G の中でも、一切ブレない安定性が残る。この魅力を知ってほしい。せっかくだしもっと追い込んでいこう。旋回中は横方向にいっぱいにタイヤを使って、立ち上がるタイミングでアクセルをズドン。タイヤグリップをパンクさせる。そうすると藤原ゾーンのように、レーン1個分アウト側へと射出されるんだ。大したスピードは出てないのに、こんなタイヤの使い方が楽しめるのは EV だけだよ。ブレーキングから旋回に入る場面でも、不安定感は一切なし、タイヤグリップと遠心力に向かい合って、乗り物の性能を使い切ることに意識の全てを集中させる。ここまでは膨らめると確認したポイントに向かって、タイヤグリップを使い切って脱出する。右から左へ一気に切り返すような場面でも、一瞬で姿勢変化が完了。SUV もここまで来ると、あの GTR と比べても、特に悪いとは思えない。BG4X やフォレスターのような、優れた運動性能を持つ SUV にはたびたび乗ってきました。でもこの次元のハイパフォーマンスは、人生初体験でしたよ。それだけじゃない。R35 とは違って、しっかりとした快適性があるんです。XC40 に比べたらむちゃくちゃ硬いですよ。路面のわずかなうねりでも、常に車体が動き続けるような硬さがある。でも慣れれば全く気にならないし、不快な乗り味ではないです。次に乗る XC40 の方は、逆に足の快適性が素晴らしかった。パラメータを GTR のような走行安定性に振るなら、こっちの C40、あの価格帯の中で、最も幸せで快適な長旅を、みんなでしたいなら XC40、そんな違いがありましたね。見た目だけだろと思っていたのですが、乗り比べてみると違いすぎて驚きます。今カーオーディオを流しているのですが、静粛性も非常に高いです。静かな車内空間の中で、音楽だけが美しく流れています。コーナリングの度にこれだけタイヤを追い込んでたら、そりゃタイヤカスで環境も悪化しちゃいそうだよな。そんなことを考えながら、気持ちよくワインディングを流せます。音質はこんな感じです。ガチ勢じゃなければ、スピーカー交換やデッドニングは考えなくていいレベルですね。早朝の軽井沢の森の中を、美しい曲を聴きながら流せるのは本当に幸せです。
そういえば車体サイズについて話していませんでしたね。前後に4440ミリ、横幅は1875ミリです。横が1875ミリはあるくせに、コンパクトであることをボルボが名乗ってたのが気になったのですが、非常に視界性能が良く、狭いところでのすれ違いでも、サイズの割に苦労することはありませんでした。ここ妻越村はキャベツの名産地、一面のキャベツ畑と、高原の景色が美しい楽園です。まだ朝の4時や5時なのですが、日中の暑さを避けるためか、この時間から皆さん農作業中でした。細い道を通っていると農業の方とすれ違うことも多いため、横幅はやはり重要。みんな寝てる時間帯なので、無音の EV だとこういう状況がちょっと怖いです。失礼します。さっき SUV としての悪い動きはほぼないと言いましたが、サスペンションをかなり強い力で押しつぶして、その状態で段差をガタンと越えた時、特にその路面のガタガタが一瞬ではなく、断続的に続いた時、タイヤが左右に暴れ出しそうになる動きが、ほんの一瞬だけ出ていましたね。それですらすぐ収まるのですが、SUV のそういう動きが嫌いな人が乗っても、この C40 なら満足できると思います。ここら辺でドライブフィールそのものではなく、使い勝手や設計の話もしていきましょう。まずメーター中央に出るこの地図。これが単独事故の防止にむちゃくちゃ役立っていると思います。こういう山道での単独事故の一番の原因って、オーバースピードでカーブに飛び込んじゃって、乗りたいラインに対してタイヤグリップが足りなくなったり、急な操作をしてしまったせいで姿勢が乱れて、抑えきれずにコースアウトしてしまうせいだと思うんですね。でも一瞬だけ視線をメーターに落とすと、ここから先のカーブがどれくらい急でどんな形なのか、大体わかる。落下物や諸々のイレギュラーを考えるとそんなもの目安の位置にしかできないですが、これがやっぱり大きいと思うんですよ。そんなものナビで見れば終わりなんですけど、これが意識的にできるような人はオーバースピードで突っ込んだりしません。この点やシャシー性能を見れば、ボルボは安全なんだろうなと皆さん思うはず。ここでボトルネックとなるのが、液晶のナビなんですね。XC40 の車内に移ります。700万円休暇と言われればちょっと迷うけど、リサイクル素材を使いつつも上質感のあるいい内装。でもこのナビがなんか慣れないんですよね。私は液晶反対派なのですが、カーナビという名の Google マップについてはまあ悪くないです。到着時の残量予測も一応出ます。エアコンについても温度や風量が近いところに来るので、慣れればなんとかなります。でもなんか機能が散らばっている気がして、初見で乗っていて気が散りましたね。なんか機能が少ない印象も受けちゃうし、この液晶パネルの使い勝手、まだまだ伸びしろあると思います。カメラマークを押すとアラウンドビューモニターも出せるし、温度だけはいつでも真下から変えられるし、悪いってほどでもないですけどね。ちなみに交代中にドアを開けると、おっと、勝手に止められました。変則的な要素として、スタートストップボタンがありません。鍵を持ってドアを開けたら、ブレーキペダルを踏みながら、ギアを D に入れたらもう発進できちゃいます。降りる際は逆に P に入れたら、電動パーキングも連動してかかります。あとはもう下車してしまって、降りてから施錠すればもうそれで OK です。個人的にこれが慣れなかったですね。まあ慣れの問題なんだけど、ハザードつけっぱなしで車を離れる機会が多い人には、逆に神設計だと感じるだろう。さて妙義さんからの朝焼けです。群馬帝国の新緑は美しい。この後休憩というか仮眠も兼ねて、下の道の駅で急速充電をしました。59という微妙にしょぼい出力なのですが。結構うるさいです。真横にピンポイントでトラックがいてですね。絶対うるさいと思います。本当に申し訳ないですが、どうしようもない。休憩や瞑想、読書やアイデア出しをしながら最大30分ですね。10分くらいですぐ出ると思います。結局30分みっちり過ごしちゃったよ。この30分で仕事できると最高ですね。休憩しながらお金が稼げるもん。30分で 20% 入りましたが、充電器の出力がしょぼいのであんまり参考にならない数値。というわけで話がそれましたが、C40 に戻りました。シフトノブがクリスタルになっていること以外、内装はほぼ一緒です。他に違うところといえばサンルーフの有無でしょうか。C40 はガラスルーフで、開かないんですよね。真夏に暑そうだけど、一応フィルムは貼ってあるようです。こんなもんつけて重心も悪化するのに、本当に運動性能すげえな。XC40 の方はこうやって開いてくれます。ここを指でスワイプすることで操作しますよ。もちろんチルトもできます。ここ数ヶ月、サンルーフがずっと気になってたので試せてよかったです。開けるときはこっち。まあ窓を開けるだけで十分すぎるだけの風が入ってくるのですが、XC40 だけは、ちゃんと開くサンルーフがついてくる。これがまた悩ましいポイントです。なんだこれ汚ねえ。一応フロントにも荷物を入れられるスペースがあります。充電ケーブルって結構邪魔なので、それを入れておけるだけでも十分すぎるほどありがたい。せっかく一時停止があるので、ゼロからのフル加速テストもしましょう。いやー早い。C40 リチャージ、本当にいい車でした。おっとカラスだ。
どいてくれませんかね。野生動物相手のパッシングやクラクションって、いまいち聞いてる気がしないよな。愛妻の丘にやってきました。浅間山の景色が広がる、この高原を早朝からあのボルボで走れるんだから、24時間のカーシェアって素晴らしいですね。今回のボルボは、エニカのオフィシャルレンタカーで借りました。ステーションの充電設備が自由に使えないくせに、50% 以上残して返せというルール。付近にまともな急速充電設備はないので、予定次第じゃ積みかねないのが難点ですね。軽井沢でこの EV を借りるときは、本当に不安なら運営に連絡して、満タン私ができるか頼んだ方がいいかもしれない。今回は短距離だったのでぶっ飛ばしてもどうでもよかったですが、クソ田舎を走り続けるような長旅をする場合、充電には苦労すると思います。急速充電器自体はなくはないと思う。でもスペックがクッソしょぼかったり、微妙に遠回りだったり、充電するために立ち寄った場所が、ほとんど周りに何もなかったり、例えば海沿いをずっとドライブしてて、海沿いの市街地で急速充電するけど、充電器から海まで 1.3 キロ、コンビニくらいしかなくて、スペックもしょぼいからある程度の長いが必要で、こういう事態になりかねない。自宅充電は当然として、買うならここら辺を考える必要がありますね。テスラとは違って、スーパーチャージャーに行けば15分で300キロ分入ったりしないからな。最後にダウンヒルですが、フロントタイヤの踏ん張りが素晴らしいので、全く恐怖感がありません。モータートルクも600ニュートン級を回生ブレーキに使えるということで、多分凍結路でも安心感があると思います。入り口でアウト側に寄せて、荷重移動でインに吸い込ませて、遠心力にフロントタイヤが耐えるので、ダウンヒルも楽しめるのが素晴らしい。1トンくらい軽い相手に詰まっちゃったけどな。前の方もおそらく走り慣れてる地元の方なのでしょうが、これボルボの基礎性能が高すぎるんです。道幅も広いし、やろうと思えば安全に抜けたでしょうね。言い忘れていましたが、40キロから60キロくらいでダラダラ流していても、GTR とは違って、このボルボは非常に快適でドライブを楽しめます。R35 の方は車内も乗り心地も、むちゃくちゃ窮屈だったからな。本当に車は乗らないとわかりませんね。夜明けのガラ空きの2時間だけ、軽井沢周辺の高原を、充電を気にせず自由に走る。多分日本のカーシェアの中でも、最も幸せに楽しく乗れるのが、軽井沢のエニカボルボなんじゃないでしょうか。おっと、ちょっと窮屈なコーナリングが来ました。でも全く不安要素なし、2トンの車重をもろともしない。現代車のタイヤは素晴らしいですね。といったところで、C40 についてはこのくらいです。お次は XC40 です。C40 に乗った前日の録画になります。薄い峠付近の釜飯屋を抜け、妙義山に向かっていますよ。C40 との違いについてですが、XC40 の新車価格は719万円。C40 は759万円です。タイヤやボディサイズは同じで、車両重量は2030キロ、120キロほどこっちが軽いようです。モーター出力もいなっておりまして、こっちも速い方の上位グレードですが、238馬力の418ニュートンとなります。60キロ以下では、加速力にそこまで違いはない印象です。ただ急加速と急減速を試した印象としては、XC40 の方はちょっと不安定で、やっていて恐怖を感じましたね。その分足は快適です。この足回り、タイヤ自体はそこまで上下に動かないのですが、なぜかフレームの方に、全くと言っていいほど衝撃が入ってきません。どうやって衝撃を吸収してるのかわからないような乗り心地で、これまで乗ってきた中でも類を見ないレベルの快適さです。この車で長旅に出たら、マジで疲れないんじゃないでしょうか。不快な衝撃や疲れにつながりそうな振動とは無縁の乗り味。この車を持ってる人が羨ましくて仕方ない。さっき言った通り XC40 には、開くタイプのサンルーフがついています。運転しながら開けていて、上方向へ視界が広がる感じはあんまりないですけど、風が上へと流れていくような、気持ちのいいクルーズを楽しめますね。さっきプリウスを抜いた時みたいな、バカみたいなスポーツ走行をしないなら、基本的に XC40 一択ですよ。200ニュートンも違うが、ほぼ同等の加速性能を持つしな。前回テストをするにあたって、最高の道路状況がやってきました。これは試すほかない。相変わらずすごい加速です。普通に怖いし、これが規制されないのはおかしいとさえ感じるレベル。400ニュートンという数値、ランエボの10とほぼ同じですからね。それが踏んだ瞬間に炸裂するんだ。C40 の方も100キロを超えたあたりから鈍り出しますが、おっと怖い怖い、フロントが浮き気味になっているのを感じます。C40 ではどっしりと安定していて安心感しかなかったけど、こっちの方は正直怖いですね。フロントの接地する感触がそがれ、ハンドルがガタガタと震え出します。事故理想かというとそれとはちょっと違うのですが、私は乗り物の全ての動きを安全な範囲に抑えながら乗るようにしているので、余計に怖く感じる。小さく回って直線でズドン。いやー早い。EV はどこでも静かに、この加速が出るのがいいんですよ。というわけで行き逃していたイニシャル D の聖地、妙義山を登っていきます。
この左カーブのところ、スタート地点らしいですね。この道を走っていた印象として、基本的には C40 と同じ感じです。違いが出るのは急加速と急減速時と、旋回中にドカンと踏んだ時、実はこっちの XC40、後輪駆動なんですよ。FR です。だから旋回中にアクセルを開けていくと、リアが押し出して、前が舵取りをする。そういう車の動きを感じられます。EV は簡単にタイヤグリップを破綻させられるので、この辺の動きが非常に確かめやすい。急加速中にさらに旋回方向への入力を強化する、というかハンドルを切り込んでいくと、そのままドリフト押し始めそうな、後ろが流れ出していきそうな動きが出始めます。FR っぽいこの動き、私は好きですね。妙義山というか群馬帝国の山道は、夏の季節になると草木が道路に侵食してきて、ただですら狭い道路幅がさらに削られてしまう。そんな狭い道を1875ミリで走っているのに、全くでかさを感じない。タイヤもしっかり踏ん張るので、コーナリングはきついどころかむしろ俊敏で楽しい。ワイルドな岩肌だ。あれを見ると群馬に来たって感じがしますね。動き出しからスパッとロールを抑えてくれるので、急ハンドルを切っても全くふらつかない。ここまで安定して動いてくれるなら、SUV が車好きから嫌われることもなくなるのに。急加速と急減速も少しですと。やっぱり C40 より全体的に安定感に欠けます。特に急減速時のフロントが苦しい感じがします。タイヤは同じ235幅なのに、足のセッティングだけでこんなに変わるものですかね。あまりにも誰もいないということで、ここで U ターンしてしまいます。前後には4440ミリですが、最小旋回半径は 5.7 メートル。前後の短さと視点の高さを活かして、小回りは補うイメージでしょうかね。大半のユーザーは待ち乗りするでしょうから、この取り回しの良さは、多くの人にとっての魅力でしょう。私の感覚ではちょっと大柄な方ですけど、これくらいなら全然問題ないっす。ベルトをつけまして、今度は妙義の下りのスタート地点ですね。イニシャル D に出てくる道って、全体的にスピードレンジが低すぎるし、道路幅も狭すぎるよな。正直言うと、走ってて楽しい道なんて他にいくらでもありますわ。やっぱりこれだけ路面が荒れていると、すごい恐怖心を感じてしまいます。スポーツ走行するなら C40 一択ですね。といったところで最後に、電波が回復したので充電ステーション探そう。現在地周辺の道の駅に、50kW 級がありますね。田舎だと 20kW ごときで急速名乗ってるところも多いしな。比較的マシな方だぜ。高速に乗れば、サービスエリアに 90kW 級があるようだ。で、返却地の軽井沢周辺には、観光地のくせにそもそもステーションがねえな。あっても 25kW 程度だったり微妙に遠かったり。口コミ欄をサクッと見て使えそうなことを確認したので、さっきのスタート地点のところの道の駅で充電することにしました。こんな時間にこんな山奥でお散歩してる人がいるぞ。これ冬の朝5時の40キロ制限の、歩道がない車道の左端にいたりするからな。冬なら5時はまだ真っ暗だし、散歩してる老人にうっかり当たったら殺人。でも対向車が来てればハイビームは使えず、0.5 秒前にしか察知できないことがある。その対向車がダンプだったら、なんなら向こうははみ出しながら走ってくる。横幅が小さいということは、様々な場面で事故を避けることにつながるんですよね。私の平均速度が高すぎるせいで、シビアな判定になってるだけかもしれないけど。というかここも狭いな。さっき言った雑草のせいで普通車1台分しか幅がねえ。おっと、なんか普通に通れてしまった。というわけで XC40 と C40 EV2 台の試乗でした。どちらとも外観からは想像もつかない中身を持っており、大変味わい深い車でした。夏の軽井沢というロケーションも最高で、4時半には外が明るいけど、道路はがら空き、いろいろな路面や状況下で、じっくりと車と向き合いました。というか深夜の軽井沢、真っ暗すぎて怖いんですけど、この暗さ、視聴者さんには伝わってるでしょうか。ボルボのヘッドライトのおかげで、あんまりわからないだろう。あれだけ走っても全く危ないことにならなかったのは、全部ボルボの実力です。エニカオフィシャルで借りられるので、気になった方は調べてみてほしい。EV はクソで片付けるには、あまりにももったいない車たちが多すぎる。レンタカーで乗ってる限り充電なんか知らねで済むけど、充電の手間込みでも欲しくなる車だ。というわけで長くなる前に終わります。実はすでに次の車には乗っていますよ。これです。皆さんお分かりでしょうか？オープンカーなんですよ。こっちの車は個人的に買うかもしれない。というわけで終わります。ご視聴ありがとうございました。